中国・広州で開催中のアジア大会に出場している U22 から22日本代表は27日、決勝トーナメント1回戦の U24 ミャンマー代表戦に向けた前日練習を実施した。画像、U22 から22日本代表が笑顔のオフショット負けたら帰国となるノックアウトステージの初戦で日本と対戦するミャンマーは、東南アジアのチームらしい機動力の高さを武器とするチーム。 グループステージでは1勝1分1敗の戦績で勝ち抜いてきた。パリ五輪を目指す U22 世代でチームを構成する日本とは異なり、ミャンマーは U24 世代で構成されたチームに3人のオーバーエージ枠をフル活用してチームの底上げを図っている。その一人、MFYAN9O はミャンマーが U20 ワールドカップに初出場した際の主軸選手であり、 A 代表としてのキャリアも十分に積んできた選手で、特に注意が必要だろう。大岩監督はそんなミャンマーについてこう分析する。サイズはそれほどないですが、その分素晴しっこさのあるチーム。足腰の強さもあって要所での球際も強いし、前に出ていく速さがある、グループステージで当たった中東勢の2チームとはかなり方向性の違う個性を持つチームだけに、BF 馬場勢や札幌、 も頭を切り替えておく必要があるると強調するカウンターアタックやサイド攻撃で見せるドリブルを交えたスピード感は脅威となるが逆に高さに関しては日本にアドバンテージもあるのでクロスボールやセットプレーからの得点も期待できそうだ。アジア相手の試合はどうしても日本がボールを保持して相手が守備を固めるという時間帯が長くなりがちだが。 指揮官は勇気を持ってミスを恐れずに狙っている攻撃を繰り返すことの重要性とリスク管理の二軸を強調する。焦ることなく意図のある攻撃を繰り返すがカウンターへの備えは怠らない。当たり前ながら簡単ではない要素が引き続き大切なテーマとなる。こうした経験は来年4月に行われる AFCU23 アジアカップ。 すなわちパリゴリン最終予選にも必ず生きてくる部分。逆に言えば、こうした流れの中でチームの勝利に貢献できる選手であることを示せるかも、個々に問われているとも言えそうだ。